時は令和2年、昭和、そして平成の御代が幕を閉じ、令和を迎えた2年目の春、新時代もまた皆様の記憶に残る、心に寄り添う温かい音を刻むべく、今宵もゆるりと奏でるメロディーを時間の許す限りお楽しみくださいませ。
ました。始まりました、いよいよ、奇抜な格好のものが登場してまいりましたが、マスが派手で私がめっちゃ地味みたい。まあね、ボーカルマイちゃんは目立つんで、僕らは衣装で目立とうかなと思って、うん、ね、こんな感じの衣装です。インパクト大でしょう。はい、インパクトありました。あの肌はちょっと荒れるわ。よく見て、パックやから。パックです、歌舞伎パック。ね、松本幸四郎監修ですね。そうそうそう、皆さんよかったらお買い求めください。多分ね、僕ライブ終わった後、皆さん僕の素顔を見てもらったらすごい潤ってるんじゃないかなと思います。ね、同級生の皆さんもいかがですか。はい、ということでね、まあ、登場して、まあ、いきなりね、風船とか配ったんですが、バルーンね、このバルーンが次の曲で生きてくるんですよ。はい、この次の曲がですね、皆さんと、ね、ルーチェの、一緒に作り上げる曲になっております。しかし、しかもですね、途中で助っ人が登場します。ね、助っ人が登場した際には皆さん、何あれっていう感じでなく、温かい拍手でぜひ迎えてあげてください。で、心づもりしてくださいね。途中、曲の途中で助っ人が登場いたします。そしてこの曲は、その今皆さんにお配りしたそのね、太陽の風船がすごい重要な意味を成してきますので、ぜひぜひお楽しみください。それでは早速次の曲に参りたいと思います。シャイニーで、ワン、ツー、スリー、フォー。Oh, shiny day, shiny life。一人じゃないって自分信じて走り続けよSee you.
皮膚呼吸ができなくてちょっと苦しい状態になってます。はい。そして、次の曲はね、せっかく皆さんちょっとあったまっていただいたんですが、ね、ちょっと静かな曲しますので、じっくりと聴いていただけたらと思います。はい。次の曲はですね、私の、父親、6年前に亡くなった父親のことを思って書いたんですけど、当たり前の日常の中に幸せが詰まってると思います。今目の前にあるものを大切にしてほしいという願いが込められてます。それでは聴いてください。ずっと。
さんの皆様に来ていただいているんですが、今日は本当にね、こんな遠いところまでね、香川町の遠いところまで来ていただいてありがとうございます。今日私、遠いところから来たわという人います？県外から来た人いますか？お、県外から、おめでとうございます。うまい棒どうぞ。ありがとうございます。うまい棒どうぞ。まあ、ゲストもいっぱいいますけど、はい、当たったの？うん。あ、ちなみに今1月ですけれども、1月誕生日だったって人いますか？いやね、あ、いますか？1月誕生日、おめでとうございます。うまい棒どうぞ。おめでとうございます。ちょっとこの僕の方にも誕生日、はい、どうぞお願いします。ということで、番をつないでですね、まあ、ちょっと今のうちにちょっとメンバー紹介しておきます。太鼓のお兄さん、みーくんです。あ、ありがとうございます。ますね、メンバーを紹介した後は温かい拍手をお願いいたしますね。今、言い忘れてました。そしてベースのお兄さん、ガーヤンです。あ、ありがとうございます。これお兄さんと言っても分かんないね、芝居いっぱいあっても、ね、はい、そして歌とキーボードのお姉さん、まいちゃんです。よろしくお願いします。はい、以上、ルーチェでした。もうこれで丸くて終わってそうですね、はい。次の曲ですが、どうなんですか？次の曲はですね、前向きな力が欲しい時に聴いてほしい、はい、気持ちが込められてます。はい、それでは聴いてください。プラスアルファ。Thank you.
しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。物事には必ずね、始まりがあれば終わりがありますね。なんかこれでしんみりしましたけれども、そうです、段取り上は次の曲が最後なんですよ。意味深、意味深ですよね。段取り上は次の曲が最後なんですけれども、ね、次の曲も、先ほどのシャイニーデーと同じくルーチェの皆さんで一緒に作り上げていけたらなという曲になってますので、はい、はい、次の曲、ね、皆さんぜひぜひご協力をお願いいたします。ここでこうみたいなパチパチパチって、ね、まあ綺麗ですよ、なんかね、サイリウムの光ってなんか実際にキラキラしてすごい綺麗です。そうそう、はい、まあ、次の曲で最後になっちゃうのかな、なっちゃわないのかなって感じなんですけど、そうそう、次の曲で最後なのかどうなのかは皆さん次第です。委ねられた。はい、ということでとりあえず一旦、次の曲でラスト、ルーチェラストの曲になりますので、またね皆さんどこかでお会いしましょう。ルーチェでした。Thank you.
再現で、こんな手もしてませんでした。もう敵ですよ、ほんま。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ルーチェね、先日3枚目の自主制作 CD を作りました。ホールで出た頃に、魔法の言葉っていうジャケットで、今日から発売です。ちょうどはい。そうなんですよ、レコーディングがあってね、お金もかかってますので、あ、皆さん今日のライブの余韻をね、もう一度思い返す意味でもお手元に取っていただいて、買って帰っていただければ大変助かります。はい、そしていよいよ次のバンドはですね、群馬、フロム群馬ってなってますけれども、まあ関東ですね、関東一円のメンバーで構成されているオランダ獅子頭さんが出てきます。わざわざ関東からね、今日着の飛行機で来てます。皆さん、同じくオランダ獅子頭さんもですね、物販として CD をたくさん持ってきてます。オランダ獅子頭さんの交通費を皆さんで捻出しようではありませんか。そしてここが拍手ですね。そしてこのね、熱気を、盛り上がったまま、次のオランダ獅子頭さんに私たちもつなげたいと思いますので、次の曲ちょっとアップテンポの曲になります。もしよかったら皆さん、ペンライト振っていただいたり、ね、手拍子していただいたりしていただけたらと思います。それでは、最後の曲になりました、ルーチェリアリティ。
ありがとうございました。